でもまあ面白いが面白くないが別として昭和のモデルがまだ存在していて、うんうん、既得権益が拡大してるんだったらそれでもいいと思うんですけど、今の一番の根本の賃金が低い、うん、で既得権益層がいて変わらないっていう、うん、そこの特に賃金が低いって問題を、うんうん、それは、うん、今の産業構造を変えないでできるだけ労働分配率を上げてくださいって、それは限界がありますよ ね。当たり前だけど生産性を分ける必要がある、うん、そのためには産業構造を変える必要がある、うん、そのためには今の雇用慣行や、うん、労働組合の在り方、うん、そうしたものをやっぱ変えなければいけない、はい、だから6割7割支持政党なしってこの圧倒的な層を逆に、うんまあ、イーロン・マスクではないんですけど、まあ、いい面悪い面ありますけど、うん、だけどこういう産業構造に変えていくと、で一時的には、うんまあ、その痛みが出てくるけど、うん、そこに関してはまあ一定のこういう制度で当てがいながら、うん、でもやっぱ今進めなきゃいけないのはこれだっていう、うん、そういう野党が生まれなきゃいけないってそうですね、うん、で野党が生まれるためにもそういう国民が生まれる必要があるっていうね、その問題がややこしいでね、国民の意識も変わらない。で僕が日本の経済指標が実はめちゃくちゃなんだってことをはっきり授業で言うようになったのは2016年からなんですね。でまあそれはその前年にまあ、韓国にあれは何が抜かれたのかな、平均賃金、うん、何かが抜かれてよく覚えてませんけど、でそれ以降の実質賃金かな、でそれ以降抜かれたっていうのが、うんうん、繰り返されてきたので、その全部ツイッターまとめにその僕が使ったデータが挙げられてますけれど、ね、コロナに入ってしばらく経つまではこれを授業でやると学生が逃げるんですよ、うんうん、でそれ面白いですよね、うんうんうん、だから聞きたくない見たくないものは聞かない、うんうん、見ない、うん、でも聞かなくても見なくても統計データって厳然たる事実だから、進路を誤りますよね、そういうことをしているとね。でもやっぱコロナ、まあ、2020年の、まあ、冬から始まったとして、まあ、2021年ぐらい、2021年から22年にかけて少し変わってきて、まず人数が減らなくなったし、だったらどういう進路選択をすればいいんだろうっていうことを相談してくる学生が増えました。しかしじゃあ今度はね、学年で比較をすると中学生高校生たちってね、そういう今でもね、実はさ、日本のめちゃくちゃな経済指標とか少子化に関わるデータとかって知らないし、自分には価値があると答える割合が他の国に比べて、ね、5分の1、10分の1しかいないとかっていうデータも知らないでしょ。でもこの人たちは知らなかったって言ったと、目が覚めましたって、うん、ぼんやり自分の進路を考えていたけれど、ゼロから考え直しますってやっぱ中学生高校生は言います、うんうん、彼らはどういう方向に行こうとしてるんですか。それはまず僕のいわゆる出張授業みたいな、はいはい、あるいはそのオープンユニバーシティ、つまり都立大に主に入りたがってる高校生を相手にした授業みたいなので、はい、で僕の話を聞くと、まあね、皆さんにとって当たり前のデータは子どもたちにとっては結構やっぱり衝撃なんだけど、すごい素直です。で実はね、大学生にとってもついこの間まで衝撃だったし、今でも衝撃の人が多いと思うんですが、大学生は大学1年までは高校生とあまり変わらないと思いますが、2年生は微妙で、3年生からもう就職対応に入るんですよね、うん、そうすると親や周りが頑張ったねって言ってくれる会社に入るっていう、その昭和すごろくモードに入っている時に生姜すごろく全く無効ですよっていう宮台の授業なんか聞いたらすごいやる気が失われちゃうということで、僕の授業は取らないっていうになるんですよね。で前途優位なる若者なんですけれど、放っておくとね、中学高校大学1年ぐらいまでは真実を見る力があるんですけど、大学2年ぐらいからちょっと怪しくなってきて、大学3年からはもう見たいものを見る。でそうしないと前に進めないっていうふうになっていくんですよね。でこういうふうにしたこういうふうな人材のね、リクルーティングの実質になっているところで、さて産業構造改革を受けますかってことなんだよね。だからかなり早い段階から
その 教育の、 あの方向性をある程度変えないと無理だと思いますね。小学生から無理、小学生から無理、だから無理教育になる。そうですね、うん、方向性ってのはどういう方向に、うんとね、それを言えば長くなるんですけど、うん、ちょっと短く言うとね、はい、あの僕が父親に言ったこと、うん、つまんない人生はやめろ、うん、で同じあの相手がつまんねえやつか面白いやつかっていうのを見極める力を身につけろ、ね、だからマッチングアプリで相手を選ぶあの手がかりとして使ってもいいけど、うん、つまんねえやつか面白いやつかぐらい見極める力がなければまあ人生誤りがちですよね。だからそれはお父様のだってある種そのある一つのその大企業とはいえある部分を開拓して、うん、そういうそのお父様自身の成功をやっぱ否定するだけの力とか思考力がないと高校生でも言えませんよね。いや否定したわけじゃなくて、否定したわけじゃなくて、だって親父が成功したその道を歩めってどう考えたってつまんないじゃないですか。同じになったとしても、同じになったとしても二番煎じでしょ。それは、ね、はっきり申し上げて、そういうふうに思えるかってことですね。つまり、そうで、でそうつまりそのためにはね、本当に就学前からのやっぱり育ち方がすごい重要で、じゃあここで一つだけ言うとね、僕が小さい頃は、まあ公立校だったら。さっき言ったよね、いろんなやつがいたのね、家族文化、家族的ルーツが違うやつもいっぱいいて、で、まあ、親父は成功したサラリーマンかもしれない、でも例えば僕の親族や友達のお父さんお母さん、かっこいい人、全く別の方向性でかっこいい人がいましたよね。で、そういう人にやっぱり憧れる。だからこれが親に抱え込まれないっていうことでもあったわけですよね。まあおっしゃった感染するっていう、そういうことですよね。だからいろんな人生あるよねっていうね、まあ小泉純一郎さんじゃないけれども、うん、で今人生いろいろじゃなくてどこにでも金太郎みたいな、うん、あのくすんだあのつまんねえ生き方をする、つまりひらめきの目で周りに合わせる人だらけになってるっていうのは、うん、まあ、 あのやや残念、うん、昔みたいにいろんな界隈があればね、まあ、界隈の中でひらめきの目だったとしてもまだ社会は多様性があると言えるんだけど、あの残念だけど特に恋愛性愛の部門でリサーチをしていると、うん、多様性ってどんどん少なくなってるんですよね、はい、多様性が大事だって言ってるのに、うん、多様性に関わる体制というか免疫っていうか、それはどんどん落ちてきてますよね。共同体もなくなって、そうですよね。でだから共同体っていうのはあのみんな仲良しってことじゃなくてね、まあ、マイケル・サンデル的な発想をするとあのデコと僕が補う関係なんですよ。前もここで言いましたよね、うん、英語もできて数学もできて、うん、プログラミングもできてとか、みんなできなきゃいけないっていう風になってる社会って、うん、はっきり言って進化論的に異常なんですよ、うんね、で僕は数学できるけど英語できません、でも英語できる友達います。僕は英語できるけど、例えばプログラミングできません、だったらプログラミングできる友達がいればいいでしょ、うん、でプログラミングできるけど喧嘩弱いです、うん、だから喧嘩強い友達がいればいいじゃんってそうやって、まあ、ウロボロスの蛇みたいに全部こうやって連関すれば、それが共同体 あのチーム力になるんですよね、うんうん、まあ、あの仲間の集合的パフォーマンスってね、うん、とても言いますけども、でそうやって僕たち生き残ってきたんですけど、うん、今は何ですか、みんなあれもこれもできなきゃいけないって、お受験、うん、あるいは塾通い、うん、お稽古ごと、うん、これって無駄、すごい社会的なコストを考えたら、うん、あ増えてますよね、うん、こういう人リクルートスーツがまあその最近のですよね。みんなそろってこう化粧のやり方まで決まってきたみたいなね。だからマイケル・サンデルがメリットクラシーを批判するロジックってそれなんですよね、うん、おかしいってね、うん、でもちなみに僕は昔からそれ言ってますから、コミューナルであるっていうことは仲がいいってことじゃなくて、お互いあの補い合う関係で成り立つと。でじゃあそれってどうやって学ぶんだろう、まあ、いろんなことはあるけれど、僕がなぜ森の幼稚園とか野外キャンプ実践とかに関わるのかっていうと、そういうことをしないと子供がその親から先生から教えられなくても自動的にそうなるんですよ、うん、あの早いうちからやればね、うん、でまずそこから
そっからだと始めると自分が何もかもできるようになるとかってなよとそれっておかしいよねって、うん、皆さんには思ってほしいです、うん、でそうじゃなくてできないところがあってもいい、うんうん、でも友達がいれば大丈夫だよっていうふうになんで教えないんだろうね、うん、だから日本だけが孤独死現象で苦しんでるじゃないですか、うん、過去もう20年近くね、うんうん